全然関係ないこと思い出したんやけど、なんか、小学校のとき、文化祭で、お化け屋敷やったんよはいはいはい。話したかもしれんけど、文化祭やって、で、めっちゃ人気になったのね。お化け屋敷。だから、さ、さばききれんくなったのよ。おお。もう次から次に来て。はいはいはい。だから、どうするってなったときに、俺が別室で部屋暗くして、その、その、なんか、低学年が、その、低学年がその部屋に、 招き寄せて、俺が怖い話をするっていう、なんか、外れの。すげえ何それ外れのミニコーナーみたいなのやって、すげえな。当時は、なんか、俺は、なんか、すごい、みんなのね、役に立ってる感あったんやけど、今思ったら、めちゃくちゃなことしてるな。いやいや、げえいい思い出だよ、それは。いや、確かに。え、でも、満足してたんでしょ子供たちは。 いや、俺、しかもなんかアドリブでや話したはずだから、もう。えぇ。すごっ。何それ。めっちゃ、大役任されてるじゃん,ん。いや、もう大役はそうやね。い,いや、自主的にやったはずやな。自主的にいや、でもまあ。うん 逆の立場だって嫌だな。嫌やな。分け屋敷だっつって入ったら。知らん高学年の。知らんやつに怖い話聞かされる。今だから面白いけど、その、実際当時はマジでも。やるな。めっちゃテンション下がる。あれ何やったんやろ。何やったん話あ俺小学生の時さ、自販機の中身やったわ。えあれ。なんか自作の。 低学年ぐらいだったと思うけど自作の自販機をクラスで作って<ー>でなんかそのお金自作のお金を入れたら、うん、その下から俺がヤクルトをコロコロって出すっていう <laughs> 自動じゃないや <laughs> <laughs> しんどいしんどいそれやったわ俺ずっと中入ってて段ボールで作ったで,でたまーにコロンってその そのビニールテープと段ボールで作ったコインが入ってくるから <laughs> はいはいはいそれさ、脇に置いてあるヤクルトを下から出すっていう <laughs> いやそれ何がおもろいですかその <laughs> 自販機のいや俺は,俺はでもその時はすごいやりがい持ってやってたよランタンが企画したのヤクルトマシンいや違う違ういや誰が企画したのかわかんないなんかもう,う俺やったなーっていう思い出だけあるそれは <laughs> はいはい、はい、それ企画しちゃうとやべえわビッグプラスなんだけどでもちょっとやりがいはありそうそれ やってる時はすごい大役任されてるからっていうい <laughs> 俺でいいのって思っちゃうんそれ,<笑><笑>それ俺でいいのかいやでも今思うとマジでな絶対,絶対余って役でしょいやそれはちょっとあれだもんね